え、こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、おすすめ CD ということで、この間ちょっとやった、えー、マイルス・デビスの中の、僕はおすすめは、あの、4、4、4部作ですね。マラソンセッションの中ではリラクシンですね。もう大好きですごい大学時代聞きましたね。えー、アルバムこんな形ですね。プレステージが買い取ったやつなので、プレステージの7129番ですね。リラクシン。この、このね、やっぱりこう、 昔のシャツのジャケットがかっこいいんですよね。こういうのね。これ多分女性ですよね。この胸があるからね。えー、非常にこう、かっこいいこのアルバムでございます。この中にはですね、イファイア・ベルっていう,こうミュージカルの曲でしょ。ユア・マイ・ベルシンもそうでしょ。アイク・ドライト・ブックもそうでしょ。この辺はもうミュージカルの曲ばっかなんですね。イファイア・ベルっていうのはうん、私がもしベルだったら、 あなたに恋して倫理になってるわっていう歌詞がついてる曲なんですが、これね、えー、普通にアドリブを回していくんですけど、あるきっかけで、タバラッタララララって前ですか歌うと、そうすると、コード進行が違うところをずっと4小節繰り返し始める。ずっと、だからこう、アドリブを普通にこう、メロディやって、アドリブしていくんじゃなくて、このきっかけが来ると、ここの4小節だけを繰り返す。で、タララタタララティララララで止まって、次の人のアドリブになる。 で次の人のアドリブは何コーラスかやって、その人のダーバ,バララっていうフレーズで、こう、次のコードに進むきっかけを作ると、また4小節繰り返しっていう。これ、結構ね、何も決めずにっていうか、まあ、決めてあるんだけど、譜面に書いてるわけではなくて、それをもう感覚だけでやってしまってるんですね。だからこう、すごくこれはラフすぎていまいちだって言ってますけど、このラフな感じなんだけど、ちゃんと緻密に計算されてる感じがすごいですね。You are my everything が、こう、えー、っと、 あの、バラードでやってますが、えー、こう、ドラマーが最初ハイハットをこう、チチチまあ普通ブラシ使うんですが、あんなんか変わったやり方してたり。アイクドライターバッグは普通にやってて、まあオレオっていうのが、これは、いわゆるその、アイガッタリズムっていう曲の変形の曲で、これは、まあオレオ、うん、マーガリン その曲できたけど曲名何にするって言った時にそれでいいじゃんって机の上にあったオレオマーガリーのオレオっていう名前を付けたらしいんですがまあその辺名前の付け方はマイス結構適当ですねソーファットはマイスのくしぐせなんかこうミュージシャンがこういやマイスこうこうこうで言ったらソーファだから何っていうふうに言ったのでソーファットって名前を付けたって言われてますねで It g o ハ d h a p p e n to You に関してこれもミュージカルの曲ですねこの曲は ずーっと2ビート。普通2ビートやってて、アドレブにックと4ビートになるんですが2ビートのままで行ききってますね。で、新たなやり方してたり、ウッディンユーっていうのはこれはかなり難しい、こう、独特のコード進行を使った、えー、ジャズのオリジナル。ジャズのオリジナルが2つと、あと、えー、スタンダードが4曲も入っているという。だから非常に聴きやすいアルバムですね。かなり聴きやすいアルバムになります。4部作の中でもね。なんていうの、終わったら、コルトレインがこう、 ビール開けてる音が入ったりとか、そういうのとか、マイルスがこう喋ってるとこも入れたりとか、途中で止めてるとことかもこうレコードに入れたままにしてあって、それがすごく雑、ダフで雑で嫌だっていうふうに思う人もいるのかもしれないですが、で、実際演奏中もね、あの、チェンバスが訳が分かんなくなってるって困ってるシーンとかもあったりして、でそれでもクオリティが高いんですよ。なのでみんな聴くんですね。だからマイルスのこのやり方っていうのが、やっぱりこう斬新なんですね。オレオなんかは、こう、 メロディーをやってるときに、サビの部分だけドラムが入って、終わったら、チャンチャンチャン、チャン,チャン,チ,ャンチャンっていうのをピアノと一緒に決めるんですね。これしばらくずっとマイルス、このライブでもそれでやってます。で、マイルスのソロが終わったら普通に曲が進んでいくんですけど、マイルスのソロの間はずっとこう、お休みしてて、サビだけリズム隊が入ってくるっていうやり方をしてるんですね。なので、かなり聴き応えのある、いいアルバムだと思いますので、このマイルスのリラックシーンですね。 えー、私のおすすめでございましたぜひあの購入してみてください以上ですありがとうございました今日もご視聴最後までありがとうございました今日の動画があなたにとって面白かったなとかためになったなっていう方はいいねのボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いしますメールマガジンではこういった内容のものを毎日、えー、お昼に配信しておりますのでもし面白いなと思った方はぜひ登録お願いします こちらの方のびっくりマークの方ね、えー、押していただけると、中に入れて、えー、メルマガのどんな内容なのかっていうのを、そのページで見ることができますので、LINE アットもありますから、そちらの方で登録ぜひしてください。以上です。黒田でした。ありがとうございました。